方はですね、便利ですね、もう ただいまグリーンロードに来てます。今日はですね、このベンリーのエアークリーナーフィルターを交換しようと思って、来ました。フィルターを交換するとですね、加速とか燃費が良くなるらしいので、加速が良くなるという話を聞いたので、試してですね、ちょっと厳しい坂道で試してみたいと思います。袖まくってたら寒い。標高何メートルで書いてないんですけど、表示がないんですけど寒いですね。まあ、涼しいよりやや寒いって感じですね。便利ですね。もう速度は30キロぐらい、30キロちょっとまでしか出ないですね、坂道上りは。で、路肩はですね、もう栗でいっぱいであまり近づけられない。あと砂利が多いですね。復旧工事の、地震の復旧工事のダンプがもう一日中走ってたんで、やっぱり端っこは危ないですね、砂利で。バイクは危険って感じ。いやー、緑だな。これ誰が見てもツーリングをしてるとか楽しみに乗ってるとは見えないですよね。なんか地元の人が用事があって走ってるって。そろそろ牧場が見えてもいいんですけどね。まだかな。抜けてください、抜い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 てください。いやー、遅いな。今日はですね、おー、普段ベンリーはですね、3キロ圏ぐらいで走ってるので、たまにはですね、遠出もさせてやろうと思って来ました。冬になるとね、来れないので。おー、左手は綺麗ですね。盆地だ、盆地。カルデラですね、カルデラ湖。南阿蘇の盆地が見えます。乗ってくれ。標識を南阿蘇方面ですね。ここは牧場は、ミルク牧場。これ左行くとどこ行くんだよ。いやー、こんなに遅いと思わなかった。もうちょっと走れると思ったんだな。いや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 、ほら、かったるんやー。いないね。グリーンロード改めケニーロードとなってますね、今は。止まれだ。まっすぐ。グリーンロード南阿蘇まっすぐ。はい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 、わかった。こっからグリーン、ケニーロード。すごいね。あ、草刈りしたばっかりで匂いがしますね。草の牛が食べるんですね、冬の間。あ、これは確かにいい景色。車じゃ見えないですね、車高が低すぎて。あ、ということは大型バイクの方がいいですね。シートの高いやつで来ると景色がよく見えますね。
っても遅いな。35キロ。牛に注意。なるほどね。車じゃ気づかない景色がバイクだと気づきますね。あんまり大型バイクの方がいいわね。10% の坂ですね。一旦休憩しあそこに、なんか東屋があるから、いや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 、よっこいしょ。アマゾンで買った便利用のフィルター、エアフィルター、一番安かったですね。1190何円、高いのでね。来たこのは1700円、もう潰れてますね、変形してます。まあこれをちゃちゃいと交換します。ビスを8本かな、確か8本抜いて、2、4、6本、7本、8本目はですね、ここに隠れてます。ここに最後の1本が隠れてます。これを外すと、このカバーが外れました。で、またさらに、だ。外れました。フィルター、汚いね。これを交換していきます。これ選んだのはですね、レビューで、便利50につけましたっていうレビューがあったからですね、絶対確実につくだろうと。中華でも。大丈夫と信じて買いました。ぴったりですね。装着、家でやってもよかったんですけど、家だと平地だからさ、あんまり分かんないじゃないですか。変えた感が分かんないかなと思ってここまで来ました。はい、交換終了。果たして便利でエアフィルターの交換が体感できるんでしょうか。実験。わかんない。変わらないですね。わからんな。微妙になんか2キロぐらい上がったような、37キロぐらいで。微妙だな。
ちょっといい感じ。あ、良くなりましたね。だね、エアフィルター変えると、ほほほほほ、本当はですね、1万キロにごとに変えた方がいいのかな。5000キロはよく分かんないですけど、所有者はですね、3年以上変えてなかったっていうことですよ。なので私が変えました。